ロマン・ロマネンコロマン・ロマネンコは、モスクワ近郊、シチョルコボ出身の宇宙飛行士である。スターシティ在住の父親ユーリ・ロマネンコも宇宙飛行士である。ユリアと結婚し、息子が一人いる。趣味は、潜り漁や車の修理、旅行、ヨット、バレーボール、音楽などである。1986年にスターシティの高等学校を卒業すると、ロマネンコは、 レニングラードスーパラーブ軍事学校に入学し、1988年に卒業した。1988年、彼はパイロットになるためチェルニゴフハイエアーォーススクールに入学し、1992年に卒業した。卒業後、ロマネンコは空軍で L-39 やつ -134 に乗り、第二小隊長を務めた。飛行時間は500時間を超えた。 ロマネンコは1997年12月に宇宙飛行士の候補者に選ばれ、1998年1月から1999年11月にかけて基礎訓練コースを受講した。そして1999年11月にテスト宇宙飛行士となった。彼はソユーズトママイナス10では、オレックコトフの第15次長期滞在では、 ヒョードルユールチキンのバックアップを務めた。初飛行となった2009年5月の飛行では、ソユーズとがマイナス15の船長として ISS へ向かい、第20次長期滞在、第21次長期滞在に参加した。彼は、セルゲイ・ボルコフ、リチャード・ギャリオットに続いて3組目の親子で宇宙に行った人物となった。2012年12月には、 ソユーズとママイナスレーナ M で2回目の飛行を行い、第34次長期滞在、第35次長期滞在に参加した。ありがとうございます。